え以前質問でひろゆきさんがもし喧嘩になった時相手が警察に行けないような形で痛めつけるという手段があるとおっしゃってましたがその方法を具体的に教えていただけませんかえっとそのうんまあまあ具体的に言うとその教唆になるかもしれないんですけど。 例えばその相手の方がその自分の裸体とかがネット上に上がってほしくない場合は痛めつけた時にそういう写真を撮っといてでその写真を僕がアップロードしたとわからなければそれは僕がやったと言えないのでもし何かあった場合あなたのこの写真と動画がネット上に上がるかもしれませんね不思議だなみたいなことを言っとくとじゃあそれを警察に垂れ込んだりするとその 写真だったり動画だったりというのがネット上流れてしまうのが嫌だと考える人であれば警察に垂れ込まないみたいないろんなやり方があると思います。